皆さんどうもこんにちは。俺です。俺だよ俺。今回の動画はハウツーっぽいこと、いきなり始まった。早すぎ。まずはドロップインの仕方、ちょっと右側からスタートして前足にしっかり乗ってドロップインする。でアプローチの中盤あたりからヒールに乗り換える。ヒールに乗り換えたところでリップに差し掛かる手前で2に乗せ替える。急に2に乗せ替えるんじゃなくてフラットに一旦なってから2に乗せ替える。で上り上がり始めたらしゃがみ込む、沈み込んで、リップの先からマットが見えたら飛び立つ。飛び立つときは両足で飛び立つけど後ろ足は残したまま、リップが出るから出るまで後ろ足は残して最後弾く。何はともあれアプローチが大切ですね。このようなブレのないアプローチですね。板の幅からはみ出ないようなアプローチを目指しましょうね。飛び立ち方はちょっと難しいですけど、説明が、まずはアプローチを覚えましょう。ドロップイン、前足に乗ってドロップインしまして、中盤あたりから均等にヒールに乗ります。2に乗るときも足首をしっかり曲げたまま、親指の付け根に乗せます。ドロップイン、前足に乗りましてヒールに乗ります。足首をしっかり曲げたままかかとに乗って、足首をしっかり曲げたままフラットになって、足首をしっかり曲げたまま親指の付け根に乗って両足で飛び立つですね。リップの先から、はい、足首をしっかり曲げたままですね。体を傾けない、まっすぐ寄りかかる感じですね。壁にまっすぐ寄りかかる感じ、トゥーエッジも壁にまっすぐ、寄りかかる感じ、寄りかかる感じで、フラットになってから寄りかかる感じで、両足で飛んで後ろ足は最後まで残すって感じですね。最後まで残した後ろ足は離れるときは弾くって感じですね。弾かないと返ってこないんで引き付けができないですね。で、弾きが甘いんでこう引き付けが甘いということですね。彼は、はい、ドロップイン、前足に乗ってこのまんまヒールに乗ります。足首をしっかり曲げてこのまんまトゥーに乗ります。両足で飛びますが後ろ足は残すって感じですね。両足で飛ぶんだけど後ろ足も同じように弾いちゃう、先に弾いちゃうとちょっとノーリー気味になったりしてタイミングが合わなくなったりするんで、後ろ足を残した両足ジャンプっていうイメージがいいですかね。まあオーリーのイメージでもいいんですけど、スピンの時は両足ジャンプの方が安定しますね。